かな。向こうは忘れてるけどね。これは申し訳ございませんでした。本日はフェリスの治療の予定が早まったのですかな。いえいえ違います、たまたま通りかかっただけっつうか、なんつうか、フルシさん優先で延期することはあっても治療の予定が早まることなんてありませんよ。それに今日は応戦候補者の方々が王城へお集まりになるのだとか。そうですって、やっぱりクルシさんのとこも招集がかかったんですね。はい、昨夜伝令兵が参りました。応戦開始が延期になった理由の説明会が催されるとか。これは申し訳ない、ちゃんとしたご挨拶はまだでしたな。おっと、そうでした。私はビルヘルム・トリアス、クルシュ・カルステン公爵様にご奉公させていただいております。俺は夏木スバルです。ロズワールっていう怪しいやつのとこで使用人をやってます。まあ実際はロズワールはおまけで、俺の本名はエミリアタンなんですけど。辺境伯様がおまけとは手厳しい。いやいや、おまけですよ。ロズワールなんてエミリアタンがいなけりゃ誰が好き好んで。というのは言い過ぎですね。くれぐれも今のは内密に、一応あれでも俺の雇い主なんで。承知しました、ご内密にさせていただきます。と、すみません、剣の稽古の邪魔をしちゃいましたね。いえ、お気になさらずに、ちょうど終えようとしていたところですから。もしお邪魔じゃないならちょっとだけお話しさせていただいてもいいですか。もちろんです。スバル殿にご興味をお持ちいただけるようなお話をできるかはいささか不安ですが。ビルヘルムさんぐらいになると、やっぱりうぞうむぞうが何人かかってこようが太刀打ちできちゃうんですよね。いえ、そんなことはありません。可能であれば1対1、欲を言えば2対1、3対1が望ましいですな。むしろ4対1、5対1となって、相手が戦わずに降伏するというのが理想です。無論圧倒的な多数と剣を交えざるを得ない、そういうやむを得ない状況もあるでしょう。ですが兵法としてはそれはあまり褒められた状況ではありません。無用な犠牲を出さぬためにも、勝利を確実のものにするためにも、数的有利を確保して戦いには臨みたいものです。
それはちょっと意外です。一人でバッサバッサなぎ倒しそうなイメージだったんで。私も年を取ったのかもしれませんな。ああ、でもありがとうございます。俺がやろうとしてることが間違ってないってそう再確認できたんで。ほう。ビルヘルムさん、もしクルシさんとの同盟が成立したら、ビルヘルムさんは俺たちを助けてくれるんですよね。俺たちに不測の事態が起きたら助太刀してもらえるってことで大丈夫ですか？我が主より皆様との同盟を検討している旨お聞きしております。無論同盟が成立した暁には有事の際は微力を尽くさせていただきましょう。微力だなんてご謙遜を。ビルヘルムさんのことは戦力としてかなり当てにさせてもらいます。そのためにもまずは同盟をちゃんと成立させないとですね。王都に重要人物の方々が集まっているせいで警備が大変だ。しばらく休みなしだよ。今頃カルステン公のお屋敷ではビルヘルム様が朝稽古をしている最中だろう。現状に満足せず朝から剣の稽古、まさに剣士の鏡ですな。少し早く来すぎちゃったかしら。空いているお店がまだあまりないわね。悪いな兄ちゃん、まだ店は準備中だ。よう、おっちゃん、久々だけど元気してたか？よう、らっしゃい。って、どこのドイツだ？まあ、いっぺん忘れられてたからな。分かっちゃいたが、切ないもんだぜ。何を落ち込んでんだか知らねえが、兄ちゃん、何の用事だ？用がねえならこっちは仕事中でな。いやいや、用事はある、あるよ。前にした約束を果たすのと、昨日まっすぐ来れなかった詫びだな。よし、毎度あり。こんだけ買ってくれるならお得意様だ。ありがとうよ兄ちゃん。いやいや、約束は約束だから。それと一個頼まれてくれねえかな。ん？頼み事ってのは？ここだけの話、伝言をお願いしたいんだ。ロムジーに伝えてくれ。へえ。ビビらせないでくれよ。俺が伝えてほしいのはロムジーが知りたがってた答えだ。ロムジーに伝えてやってくれ。探し物はラインハルトが連れてったって。ラインハルトだと？それって牽制のことか？そうそう、それだ。多分それだけで伝わるはず。ま、分かったって言っといてやる。せっかくのお得意様だ。商人は乗客に配慮しなくちゃだからな。ああ、よろしく頼むぜ。それじゃ、また寄らせてもらうよ。
ひとまず伝言はできたか。ただし一日遅れたのがどう響くか、それはちょっとわからねえな。できるだけ前回と同じ状況になるようにこっちでコントロールしたいんだが。スバル君、無事に用事は済みましたか？おう、大丈夫大丈夫。ほら、これお土産。リンガがたくさんですね。わかりました。これらの処理はレムにお任せを。話が早い。美味しく仕上げてくれな。はい。それでこの後ですが。ああ、わかってる。応戦延期の説明会だろ。ご存知だったんですか？俺の地獄耳を舐めてもらっちゃ困るぜ。言っとくが、俺もついてくから。やっぱりそう言い出すんじゃないかって思ってたのよね。エミリアタン、たとえなんて言われても。わかったわ、一緒に行きましょう。俺は絶対についていくって。反対しないの？なんでそんなに驚いてるの？変な子。ほら、昨日のことがあったでしょ。スバルのおかげでクルスさんと前より仲良しになれたんだもの。スバルが応戦のことを真剣に考えてくれてるのも分かったから。スバルにも一緒に来てほしいかな。おお、俺の思いがエミリアタンに通じた。レム、ちょっと頬をつねってくれ。はい、つねります。あ、手加減はしてね。て、いたたたたた、いたいたいた、はい。ああ、ごめんなさい。大丈夫ですか？大丈夫だけど、頬がちぎれるかと思った。けど、だから夢じゃない。夢じゃないなら上等だ。俺は行くぜ、一緒に城へ。統治法。もう、そんなにはしゃがないの。レム、スバルのことをお願いね。はい、お任せください。全身全霊でスバル君をお世話します。なんかその言い方、本当に全力投球っぽくて怖い。